そうね、そうなんですよ。明るく。
の頃に中国からアドベンチャーワールドへやってきたエンヘンは、今日までたくさんのパンダのお父さんとなって、ここ白浜から世界へパンダファミリーの輪を広げてくれました。また桃浜と桃浜はお父さんパンダ永明とお母さんパンダ良浜の間に生まれた初めてのメスの双子のパンダで、現在では立派に大人のパンダへと成長してくれました。そんなパンダの誕生セレモニーはアドベンチャーワールド公式 YouTube にてライブ配信しております。ライブ配信をご覧の皆さんもぜひ私たちと一緒に永明、桃浜、良浜を送りましょう。中国へと旅立つ永明、桃浜、良浜の3頭へ、これまでの感謝とこれからの期待を込めて、皆様、今日は最高のセレモニーにしましょう。今すぐ工事よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。当初スタートからいる永明も一時期一頭で暮らす時期もありましたが、2000年に永明を迎え入れてから繁殖が進み、永明亡き後も多くの間に2年ごとに繁殖が見られ、アドベンチャーワールドだけでなくジャイアントパンダの種の保存に大きな貢献をしてくれました。また桃浜、良浜も先日発情が見られましたように、順調に大人のパンダへの道を歩んでいるようです。早ければ来年にも赤ちゃんパンダのニュースが日本に届くよう、皆様と一緒に待ち望みたいと思います。これまでパンダの主食であります竹を長年にわたり供給していただいた方々、そしていつもは温かい応援メッセージを、いただいている全国の多くの方々、地元白浜はじめ関係者の皆様には改めてお礼申し上げます。また、これまで日々の健康管理に、尽力してくれました、歴代のパンダスタッフにも、ご苦労様とねぎらいの声をかけたいと思います。これまで旅立ちに向けて万全の準備を進めてまいりましたので、3頭の健康状態は大変良好です。30歳になりました永明の移送に皆様心配される声をいただいておりますが、今回私も同行し、3頭が無事生徒に届けられるよう全力でサポートしてまいります。中国での、その後検疫期間を過ぎて、また3頭の元気な姿を向こうで、見ていただけるよう、遠い日本からですけれども私も応援したいと思います。3頭が旅立った後も良浜をはじめ4頭のジャイアントパンダをご覧いただくことができます。ぜひ皆様には機会をまたお作りになって遠いに足を運んでください。これからもアドベンチャーワールドは、大切なパートナーであります動物たちとスタッフが力を合わせて未来のスマイルを作り続けてまいります。パークを訪れた皆様が少しでも心がほっとするひとときをお届けできるように、いつまでも必要とされるパークを目指してまいりますので、これからも引き続きご理解とご支援のほど
お願い申し上げまして、簡単ではございますが、私の挨拶をいたします。本日は誠にありがとうございました。皆さん、こんにちは。私は中国中大阪総領事館のホウと申します。ゼツケン総領事が休暇で一時帰国しており、本日のレセプションに出席できませんので、ゼツ総領事から預かってまいりましたメッセージを代読させていただきます。すみません、私の日本語が下手です。よろしくお願いします。昨日は2時間練習しましたね。英米欧印東印の母国中国機関にあたり、中国中大阪総領事館を開業し、慎んで真摯なる惜別と祝福の意を送るとともに、長年彼らのお世話をしてくださった和歌山アドベンチャーワールドのスタッフの皆様、そしてこれまで彼らに温かい愛情を注ぎ続けてくださった日本のパンダファンの皆様に心より感謝申し上げます。長年にわたり英明とその妻娘たちは駐日友好の使者として和歌山県白浜町で健康で幸せに暮らし、日本の皆様と深い友情を結び、中日民間友好の推進にあけがえのない特別な貢献をしてきました。特にお父さんパンダの英明は、一方でパンダの大家族を築き上げ、ジャイアントパンダの繁殖研究事業や中日両国のジャイアントパンダ研究協力に大きな貢献を果たしてくださいました。彼はパンダ界においてパンダ愛を人間愛に昇華させてくださった素晴らしい模範であると言っても過言ではないでしょう。その結出した功績をたたえ、帰国した後も引き続き中日友好のシンボルであり続けるよう記念するために、去年12月に同館名義で中日友好特使という栄誉ある称号を授与させていただきました。英米欧印東印は明日にチャーター機で中国に向かう予定です。中国帰国後も彼らが引き続き健康で楽しく過ごせるよう願います。また欧印東印姉妹には一日も早くお宝に恵まれ、浜家大家族のますますの繁栄に向けて積極的に頑張ってくださることを期待しています。彼らは永遠に私たち中日両国の友情の証であり、共通のスターです。名残惜しい気持ちで
一杯ですが、この親しのお別れは次の再会のためのものと信じています。また彼らの方でも日本の皆様と中国で再会できるのを楽しみにしていることでしょう。2023年2月21日中国中大阪総領事節展以上、大徳でございます。ありがとうございました。子供の頃から何度も応援し
川城に会いに来てくださったということで、きっと永明高級の当品と思い出がたくさんあるんじゃないかなと思います。皆様本当にたくさんのメッセージありがとうございます。これまで永明と高品と当品が本当に多くの方々に見守られながら、そして愛されてきながらここまで来たんだなということを改めて感じることができました。他にもまだまだたくさんのメッセージが寄せられております。ハッシュタグありがとう永明、いってらっしゃい高品と見て、ぜひ皆様もご覧ください。心温まる素敵な思い出やメッセージ、本当にありがとうございます。そして続いては双子のパンダ桜浜桃浜のライブ中継です。とその前に桜浜桃浜の今
おひもどひも生まれた時は小さな体でしたが大きく成長し立派な大人のパンダになりましたね。ではいよいよライブ中継です。まずは双子のお姉さんパンダ大きくから皆さんで一緒に呼んでみましょう。私のせーのに合わせて大きくと一緒に呼んでください。それではいきますよ。せーの、オーヒー。はい、ブリーディングセンターのバックヤードによりますオーヒーの映像が流れております。2月に入りましてオーヒーに出場の動画が見られてからオーヒーが落ち着いて過ごせるようにちょっとバックヤードで過ごす時間がちょっと続いていたんですけれども、たくさんのゲストの方からオーヒーの元気ですかと声もいただいてきましたが、最後落ち着いてきまして今日も朝から少ないの
本人は丸顔で大きな耳と言われましたが、本人はまん丸というよりは少し三角形の耳に近いような輪郭、そして耳は少し小さめで、耳は小さめで本人よりもちょっと頭の上の方についているのが特徴かなと思います。どうも見た目以外にも双子で本人と本人違うなと感じたのが、一番はイベントごとや誕生日の時にプレゼントを私たちスタッフ準備するんですけれども、そのプレゼントに対して本人と本人双子でも反応が違うなというのを今思っておりました。遊具の方から降りてきておやつやって今探して歩いて、姉さんの本人はプレゼントというよりはいつも通りこう美味しい酒を探してプレゼントの前にも酒を食べるといった反応をしてくれますし、行動の方には準備したプレゼントの方に何だろう通りかなというふうに寄っていってくれて望んでくれるのがとても印象的でした。ちょっとですね、家のお店の方で可愛いお尻が見えてますけれども、
のメスの双子で仲のいい桜浜と桃浜。2頭が回るとまるで鏡のようにシンクロしている姿や、一緒にじゃれて遊ぶ可愛らしい姿をいつも私たちに見せてくれました。桜浜は小さい頃からマイペースで、他の兄弟とは違った行動をすることがあり、ずっと見ていても飽きませんでした。桜浜といえば小さい頃から舌を出す癖がありますが、それは今でも変わらず、クリッとした丸い目でこちらをじっと見て、舌をペロペロしながら待っている姿が思い出されます。いつもいらしてくれる桜浜が好きでした。桜浜は小さい頃から優しいタンドでした。でもいつも運動場ではのんびりしている桜浜を置いて先に出て行き、おやつやおいしい竹を全部食べてしまい、桜浜よりも体重が増えていた時期がありましたね。それでも食べている途中でじゃれてくる桜浜の相手をしたり、おいしい竹を譲ってあげたり、今でもサブ越しに桜浜や妹たちとじゃれている姿を見ると、やっぱり優しい性格なんだなと思います。大きくなった今でもさりげないところに優しさを感じる桜浜が好きです。桜浜と桜浜は桜浜の深い愛情を受け、また皆様に見守られてすくすくと成長してきました。中国で素敵な相手を見つけ、お母さんになる日が来ることを心から願い楽しみにしています。そして永明、長い手足で歩く姿やメスをリードする姿がかっこよく頼もしい一面と、誰よりも甘えん坊でとても可愛い一面があり、いろんな魅力にあふれる唯一無二のパンダ永明。こんなにみんなから愛されているパンダはいないと思います。竹にこだわりがあり、泣いて竹を欲しがる永明との戦いはスタッフみんなの一番の思い出です。年々グルメ度合いが増す永明のために、暑い日も雨の日もパーク内の竹林へ竹を取りに行ったのも今ではいい思い出です。永明のおかげでたくさんの竹の種類を覚えました。竹の選び方や健康管理、トレーニングなど、パンダの飼育の基礎は全て永明から教わったようなもので、感謝してもしきれません。永明、本当にありがとう。そして永明はこの28年間で16頭のお父さんとなり、多くの尊い命をつないでくれました。永明の子供や孫は年々数を増やし、いつか永明の血を受け継ぐ子孫が野生に帰る日が来ることを願っています。中国の竹は種類が豊富で、竹の子もほぼ1年を通して手に入れることができるそうです。永明、これからも美味しい竹をたくさん食べて、穏やかな日々を送りながら元気で長生きしてね。永明、桜浜、桃浜、今までたくさんの幸せをありがとう。最後にゲストの皆様、これまで3頭を温かく見守ってくださり本当にありがとうございます。永明たちが向かう成都ジャイアントパンダ繁育研究基地で長年行われております繁殖研究の最終目標は、野生のパンダを増やし守っていくことです。ジャイアントパンダの未来のため、明日3頭は中国へと旅立ちます。成都の研究基地では繁殖技術や医療技術が年々向上し、さまざまな技術や知識を持つスタッフ、老齢個体の健康管理のエキスパートもおり、各個体に合わせた飼育管理が行われています。
中国でもしっかりとサポートを行ってまいりますので、三党の新たな一歩を温かく見守っていてください。本日は三党のために多くの方にお集まりいただき誠にありがとうございました。ジャイアントパンダ飼育スタッフ代表品川理香、たくさんのコメントやメッセージご参加いただきありがとうございました。